はい、皆さんこんにちは。中央経営カウンセラーのバンバ建築です。ね、今月も瀬戸がメンバーを渡しますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今月もですけども、白印経営改善計画ということで、お話ししていくのは、戦略的マーケティングの9ステップという形で、その中もですね、今月は、なんといよいよ、第9回目ということで、まあ、最終回ですね、今日はそのお話をさせていただこうかなというふうには思っております。で、今回お話しする内容はですね、どんな内容かと言いますと、こちらですね、最も早く簡単に確実に結果を成果を出せる方法ですね、こういったお話をちょっとしていこうかなというふうに思っておりますね。で、今日話する内容はですね、まあ、僕自身やっぱりね、過去は実績をねぐんぐんって上げてきたことがやっぱあるんですけども、じゃあなぜそんなふうに実績を上げれたのか、その秘密ですね、秘訣、ポイントですね、それをちょっと今日はねお話ししていきます。で、これをまあ皆さんね、まあ知っていただいて、それをまあしっかりと実践していただくことができればですね、これができます。本当に簡単に、できますという形ですね。で、まあ、今までね、まあ、今日9回目という形でしたので、まあ、今までのね、過去の部分、まあ、メルマガ皆さんお手元に届いていると思いますから、まあ、必要な方はちょっとバックナンバーね見返していただいて、で、まあ、それをね、まあ、その内容をしっかりとご理解していただくと、まあ、ここまでねお話ししてきたこと、ね、これを理解していただくことによってですね、まずそれに十分に方向性、まあね、現状コロナとかでも難しい状況ではあるとは思うんですけども、その中でまあ方向性っていうことはしっかり見出していくことができると思っています。まあ、それだけでも OK なんですけども、今日お話しするのはその上でですね、その上で、まあ冒頭にもありましたけども、最も早く簡単に確実に成果を出せる方法というのがありますね。まあ、本当にまあ僕自身が、まあ、やっぱりね、過去こうグンと業績を上げれたのはもう今日お話しするこの内容のおかげと言っても、まあ過言ではありませんので、これからもすぐにお答えしていきますから、お答えをお伝えしていきますので、ぜひ皆さんそれを、ね、知った上で、まあね、ぜひ実践していただければと思っています。じゃあ答えは何なんですかというとですね、これです。すでに実績のあるメンターに実施を手伝ってもらう。これです。ね。まあ、今までまあいろんなアイデアとか方向性、こんなことがいいですよ、あんなことがいいですよってお話をしましたけども、まあね、この実績のあるメンターの人にまあヘルプしてもらう。これがですね、成功するための一番の近道です。ね。で、まあ、非常にわかりやすい例で言うと、例えば僕本をね、過去出版してます。まあ、書籍の出版とかのお話もまたいつかできたらいいなと思うんですけども、まあ、本の出版に関してもですね、まあ、自費出版っていうのと、まあ、商業出版っていうのがあります。まあ、今はね、それプラスアルファ、まあ、Kindle で出版するとかっていうのもあったりとかしますけども、やはりまあ、ブランディングを考えていくとですね、このまあ、商業出版っていうものをやっていくのがやっぱ一番なんですよね。で、自費出版で何なのかというと、まあ、自分でお金払って出版するっていう形です。で、治療科の本っていっぱい出てますけど、ほぼほぼこの自費出版でやってるんですよね。で、商業出版って何なんですかって、出版社がもう 100% お金を払ってくれて、それで出版するっていう形です。ですから、自分の負担はゼロという形になります。ただ、その代わりに、まあ、コンテンツ的な部分をしっかりと持っていなければいけないとか、販売力を持っていなければいけないという形になります。で、出版に関して成功すること自体はそんなに難しいことではないのでね、またいつかそんなお話をしていきますけども、で、まあ、例えば、本を出版するにあたって今も言いましたけど、販売力っていうことがすごく大事なんですね。出版社っていうのもまあ自分のお金を払って本を作るわけですから、売れなければ話にならないと。で、まあ、例えば、まあ、僕、大阪のね、一治療院の先生がですね、本出版しますって言ったとしてもですね、当然のことなんですけども、じゃあお前、販売力持ってるんかっていう話になっていくわけです。で、その時にですね、まあ、こういったメンターの方、まあ、過去に自分が本をね、たくさん販売されてるメンターの方が身近にいらっしゃれば、そのヘルプを請うことができると。まあ、僕であればですね、関西の、まあ、出版しておられる、まあ、様々なね、方、まあ、著名な方もいらっしゃいますけど、ちょっとお名前はね、まあ、ご了承いただいてるので、ここではちょっと挙げることはできませんけども、まあ、出版関係の、まあ、そういったグループみたいなのがあるんですよ。もう過去に、ビジネス系で本を出版した人の、まあ、集まりみたいなのがあってね。で、そこで、まあ、僕も入らさせていただきましたので、まあ、いろんな顔が繋がっていって、で、過去自分が本を出版して、自分の、まあ、クライアントさんを持ってる人が、まあ、僕の本を紹介してくれたりとか。で、あとはまあ大きいところで言うと、例えばまあ僕であればまあ望月さんって言って、まあ宝地図っていうのをやっておられますけども、そういった部分で、まあ非常にもう自分自身をブランディングされている方が、まあご自身の様々な媒体で僕のことをまあご紹介してくださったりとか、まあそういった形で、まあ本を、まあこうやって売れますよっていうことを出版社にまあ言うという形ですね。そうするとですね、本の出版も本当にトントン拍子に決まります。
で結果的にじゃあ本出版してじゃあどうなったんですかっていうとですね、まあ、例えばアマゾン、まあ、僕の場合で言うとアマゾンのまあ総合ランキングね、あの書籍のまあジャンルごとのランキングっていうのはもう1位とかっていうのはそんなに難しくなく取れるんですけども、まあ、総合ランキングで上位に入ろうと思うと今かなり難しくなっていますが、まあ、僕の書籍であればまあ総合ランキングでまあ16位ぐらいまで上がることができたと。でそれなぜなのかっていうと、このメンターの方、まあ様々なメンターの方いらっしゃいます。まあ今言った、例えば本の集まる、本のね、出版した方の集まる、まあ集まりであれば、皆さん先に本出版されてますから、まあ、どうすればいいのかっていうことも知っておられますし、どう売ればいいのかっていうのも知ってます。そこで、こういうふうに売ればいいですよってことを教えてもらって、で、それをまあ実践することも当然できますし、これも、ね、実習を手伝ってもらってアドバイスをもらったりとかしてね、手伝ってもらって、そしてまあ実際に自分の例えばメルマガとかそういった媒体でご紹介いただく、例えばさっきの森口さんであれば、望月さんであれば、まあ、メルマガであったりとかブログであったりとかでもう全面的に ご協力いただいて紹介していただいたと。でそうすることによって、まあ、当然なことなんですけども結果が非常に早くなっていくと。で本が売れるとどうなるかというと、別に本を売ることが目的ではないんですけど、本が売れると結果その本を読まれた方が患者さんに来てくださるみたいな形になっていって、もうどん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 いいね、こう流れが自分の方に引き寄せられてくるという形になっていくんですけども、そういったこともこのメンター、ね、自分より先に行ってうまく実績を上げておられる方を見つけて、まあ、その人にヘルプを請うです。まあ、実際本当に頭を下げてお願いしますって言ってヘルプを僕自身請いましたけども、やっぱりそれぐらいの気持ちでやっぱりやっていくことがすごく大事です。で、その代わりもちろんですね、そのそういった方々が何かで助けてほしいということがあった場合ね、まあ、例えば集客してほしいとかってあった場合、まあ、こちらも、まあ、しっかり自分のできることを 100% やらせていただくっていう形になっていきますけども、まあ、そういった形で、まあね、実習を手伝ってもらう。これが、まあ、本当に早く、まあ、結果を出すことができます。もう僕自身が、やっぱり業界の中でもかかっと上がることができたのも、これ、もう自分がいいメンターの方を見つけてですね、で、そのメンターの方、がまたメンターの方を紹介してくれたりとかします。まあ、例えば、僕であれば、その望月さんの経緯で、例えば、斎藤ひとりさんのね、お弟子さんと繋がったりとか、もういろんな、繋がりがやっぱり出るんですね。本田健さんとかね。で、そういった方と繋がっていって、例えば、本田健さんのパーティーでね、ご一緒させていただいたりとか、まあ、そんなことがなったりとかするんですけども、それもこれもやっぱりね、まあ、自分自身がまず、このメンターの人は、いいメンターなのか悪いメンターなのか、なんとかな、見切る必要性はもちろんあります。自分のことだけで、自分の利益だけを考えている場合は、メンターとは言えないかもしれませんけども、まあ、業績、実績を上げておられるんですけども、自分が成功することしか目に入ってないという人ももちろんいらっしゃいます。でもそうじゃなくて、周りのことをヘルプするっていうことに目が向いておられる方もいらっしゃってて、その周りのことがヘルプしようと思っておられる方と、うまくご縁を結ぶことができるとですね、非常にいいです。まあ、僕のことも持ち上げていただきますし、そして持ち上がった時にはまたその方のことをまた下支えすることができる、まあ、その方もっともっと上の方にいらっしゃいますからね、上に引っ張り上げるとかできませんけど、下の方からまた支えさせていただくことができるという形になりますので、そういう関係を築いていただくと。でそうすることがですね、本当に成功を近づけます。もう一気にぐんぐんって業績上がるためにはもうこれに尽きるという形ですので、まあもちろん皆さんね、治療科の業界の中で、例えば僕もね、業界の中でこうやって情報発信させていただいてますけれども、まあ業界の中でこれを探すのもいいんですが、できれば、まあちょっとね、広い視野を持っていただいて、成功者の方を見つけていただいて、その方に弟子入りするみたいな形でね、やっていただけるといいんじゃないかと思ってます。でもその経験のね、豊富なメンターの方、すでに実績を上げておられる方っていうのはですね、まあ実際僕もそうでしたけども、まああなたのひらめきであったりとか強みとかしっかり活かしてくださいます。例えば書籍を僕ね、書くっていうことに関しても、こんなコンテンツいいんじゃないんですかとか、アドバイスをくれたりとかね、こんな風に書いてみたらどうですかって言ってくれたりとか、で、もちろん推薦文をいただいたりとかね、そういった形っていうのは、僕自身の長所とか強みとか分かった上で、こうしたらどう、あしたらどうなんてことでアドバイスをもらえるんですよね。で、これってまあ自分の主観だけで見てると意外と気づけないことも多くてですね、客観的に見ていただくことによって、よりまあ自分のまあスピードが加速するっていう形になっていきますので、まあ、こういった部分もすごく大きいかなと思います。そしてですね、あなたが楽しみながら仕事をできるようにしてくれます。もういいメンターの方もですよ。まあ、さっきも言ったように搾取するメンターの方はこれ全然できません。なんかその人のためにこう、ずっとなんかいろいろやっていて自分は何も、戻ってこないってことはあるんですけども、でもいいメンターの方はですね、あ、こんなことしてみたらどうとか、じゃあ僕こんなことにフェルプするから一緒に頑張ろうよみたいな感じでね、もうすごいね、なんかね、もうニコニコしながらヘルプしてくれるんですよ。そういうことされるとですね、こっちもですね、もう本当に、まあさっき 100% って言いましたけど、120%、130% ね、もう自分のできる以上のことをなんとか返そうという気持ちに当然なっていくので、それがまたその方がまたより上に上がっていくね。まあみんなが、そこにいる周りの方、みんながそうやってヘルプしようという気持ちになっていくので、その方またどんどん上に上がっていくんですけど、そういう組織の中にね、所属していくっていうか、そういったご縁を結んでいくっていうことがやっぱりとても重要ではないのかなっていうふうには思ってます。そしてこういうことが出てくると、結果、
まあ、早く結果が出てくると、早く結果を出させてくれるという形になっていきます。で、まあ、僕自身が知ってるね、まあ、今まで大きな成功を収めてる方、ね、まあ、大きな成功を収めた方ですね、こういった方っていうのはもう僕が知ってる方は皆さん必ずメンターがいます。まあ、武道の世界で守、破、離っていう言葉がありますけど、最初に守って、それから破って、それから離れるっていう形でね。で、まあ、もともと最初メンターがいらっしゃいましたけど、結果を出して、今はもうメンターの方、まあ、仲良くはされてますけども、ずっと支持されてるっていうことではなくなってる方もいらっしゃいますけども、でもですね、そういった結果を出された方も、最初必ずいらっしゃいます。ね。で、この、まあ、最初にメンターが必ずいてる場合、僕自身もそうですけど、メンターの方がいた。で、そして結果が出た。っていう形なので、そういった意味、この必ずメンターがいるんだよということを意識していただいた上で、皆さん自身、今、ご自身にメンターがいるかどうかって考えていただいて、そしてもしいないのであれば、今この意味ですね。必ずメンターがいるんだよっていうこの意味を考えていただいて、ぜひこれからちょっと行動していただければなというふうに思ってます。ね。まあ、僕自身本当にこれでね、すごく加速度的にビジネスが成長しましたので、ぜひ皆さんもね、この辺のことを意識して行動してみてください。どうぞよろしくお願いします。